今年も甘さ十分に仕上がったということです。県内最大の産地金沢市でスイカの出荷が始まりました。歯触りのいいシャリ感と甘さが特徴の金沢スイカ、 JA 金沢市の砂丘地集出荷場には18軒の農家からおよそ5300玉のスイカが持ち込まれました。大きさや糖度のほか、中に空洞がないかなどを機械で選別し、職員が等級ごとに箱詰めしていきました。今年は4月に冷え込む日があったものの、5月以降は平年よりも気温が高く、朝晩と日中との寒暖差があったことで甘みの強いスイカに仕上がったということです。長時間冷蔵庫に冷やしすぎるとちょっと冷たくなりすぎて、甘さが飛ぶといいますか、ちょっとボケてしまうような感じになりますんで、食べる2時間前がベストだと思います。ちょうど梅雨時期と被りますんで、ジメジメとした暑い時の食欲ない時には、自然な甘みのあるスイカで食事とってほしいなと思います。今日出荷されたスイカは明日の昼ごろから店頭に並ぶ予定です。出荷は来月下旬まで続き、 JA 金沢市では39万ケースの出荷を見込んでいるということです。